はい、こんにちは、吉田です。今回もですね、この動画を見ていただいて本当にありがとうございます。今回はですね、北朝鮮のミサイルについてお話ししていきたいと思います。北朝鮮のミサイル、もう皆さんが、日本中の方がですね、もうヒヤヒヤドキドキしてると思います。これではですね、実際にですね、もう北朝鮮はですね、もうミサイル発射っていうのはもう昔からやってるわけなんですよ。で、まあ、これをうまいこと使ってですね、マスメディアとかがですね、もう話題にするわけなんですよ。ネタにするんですよ。で、そうすることによってテレビの視聴率が上がったりとかですね、なっちゃうので、これでもう騒ぎをするとか、するのはやめた方がいいです。もう時間の無駄です。そういうことをするならば、好きなこと、自分の好きなことに時間を費やした方がいいと思います。で、北朝鮮のミサイルというのはもう頻繁にですね、もう国の政治がですね、もうコロッと変わらないともう無理なんですね。で、アメリカも、アメリカで今トランプさんがやってますんで、北朝鮮とトランプさんと、こういろいろブームになってますが、気にしなくていいです。これもずっと、起こってしまう現状なので、日本の方々がですね、ヒヤヒヤドキドキせずにですね、相手せずに、もう自分の好きなことに時間を費やした方が、必ずですね、幸福度が高まってきますので、もう気にしないでください。そして、まあ、周りの目とかですね、周りのですね、声とかもシャットアウトすることです。はい、今日ですね、北朝鮮のミサイルについてお話ししました。それではですね、また引き続き動画アップしてきますので、ぜひ見てください。本当にいつもありがとうございます。こちらにですね、 YouTube のチャンネル登録するところもありますので、ぜひチャンネル登録してください。